ブランチ、松井山手は、京都府京田鍋市に所在する、大和リースが運営する、商業施設である。中庭の様子を大きく広がる木の枝をイメージし、地域コミュニティを育む拠点として、体験型施設や交流スペースを設けた新しい、業態の複合商業施設。京都府発信室の店舗となる。敷地の所有者は、京阪電鉄不動産で、大和リースが30年間の事業用。 定期借地契約により借り受けて、商業施設を整備した。ダイワリースの商業施設土地活用のご提案。ダイワリース株式会社。www.daiwalease.co.jp。2019年12月10日閲覧。福、ブランチ、松井山手2018年12月14日、開業。全テナント32店舗一覧。 最新情報も、出店ウォッチ。2019年12月10日閲覧。松井山手駅前に、新たな複合商業施設が誕生。ブランチ、松井山手オープン。www.daiwalease.co.jp。2020年4月26日閲覧。松井山手駅前が、いろいろ開発されてる。平方通信。 2019年12月10日へ覧。松井山手駅前に商業施設ができるみたい。でかい。平方通信。2019年12月10日へ覧。内覧会で見てきたブランチ松井山手の施設全体の様子。12月14日オープン。平方通信。2019年12月10日へ覧。内覧会で見てきたブランチ松井山手の 各店舗の様子やメニューなど、サービスカルチャー編。平方通信。2019年12月10日日覧。お知らせ、ママスクエア、松井山手店をオープン株式会社ママスクエア。2019年12月10日図覧。ブランチ、松井山手に作ってた、コリアンダイニング、理エ園がオープンしてる。平方通信。2019年12月10日図覧。ブランチ、 松井山手に作ってた和食店、朝日屋がオープンしてる。高畑三月のおすすめの坊主を取り扱うお店。平方通信。2019年12月10日イズラ覧。ブランチ、松井山手に作ってたカリーダイニング日がオープンしてる。平方通信。2019年12月10日イズラ覧。ブランチ、松井山手に作ってた和カフェ、いおりカフェがオープンしてる。 平方通信。2019年12月10日閲覧。ブランチ、松井山手のキッシュ専門店。フラワーキッシュが12月25日で閉店。平方通信。2020年1月11日閲覧。ブランチ、松井山手の心29が閉店してる。平方通信。2020年1月23日閲覧。ありがとうございます。